働くことを軸とする安心社会の実現を柱に、現在中小地場組合の交渉を進めておりますが、回答引き出し組合数、賃金引き上げ水準ともに前年同時期を上回っており、適切な成果配分に向けて真摯な労使交渉が進められていると受け止めております。私たち連合茨城は、労働運動を通じてやるべきこと、やりたいこと、やれることを皆さんと論議のもとに邁進していく所存でありますので、変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げ、中央名で連帯のご挨拶といたします。茨城県知事橋本又様。はい、大手に続いて中小の方でも、まあ、満足ではないかもしれません、十分ではないかもしれませんが、賃上げが行われつつあるということで、少しは明るい兆しが出てきているのかなと思っております。経済対策と合わせたさまざまな事業、そういったことをやりながら、少しでも全体としての景気の腰折れが生じないように頑張っていきたいと思っておるところであります。昨日私たち連合は、初めに働く者が報われ、公平、そして安心と安全、明るい社会に実現をいたし、自由な社会に実現をいたします。